や、やっぱりちょっと認められてるとこあんじゃんみたいな。あるね。うん。ただのバカじゃねえぜ。それ結構、嬉しかった。いや、全然、使えるやつだから。これあったよ。え、だから、まあ、あったけど、あったけど。どっていうかさ、そこで、ちょっと一つ。言いたいことがあるんですか？そう、ちょっと一つ文句言わせてもらっていいですか？あ、どうぞ、なんか。ちょっとやめてやめて、先にやるのやめてですか。いや、だから、まあね。足は餅食うぜ！もうほんと、こう、なんで俺が喋り始めたら急に餅食い始めるんですか？まあ、喋ってるから。まあ、だから、いや、あのね。じゃあ、もう、だから、もう、全然話聞いてくんないけど、喋ってる。一人文句言わせてくださいよ。早く言えよ。いや、だから、あそこの、ウェイ18話でね、ウェイってやるとこ、ウェイってなったところあったじゃないですか。あそこ、俺、バックでずーっとカメラで動いてるじゃないですか。あの時にずっとアドリブを入れてたんですよ。で、普通にウェイって言ったら、いや、なんかもうちょっと面白くしたいと。だから、なんか、記者っぽい感じで、シュッシュッポッポっていう感じで、ウェイやってって言われたんで、ウェイウェイって走り始めて、一通り戻ってくるまでずーっとアドリブやってたんですよ。で、それ、オッケーってなって、いや、オッケーって言ったから、あ、絶対使ってくんでんだろうなと思ったら、もう本編見たら、むっちゃ声ちっちゃい。もう、なんか、蚊が飛ぶよりもちっちゃい声、ちょっと入ってるぐらいで。もう全然使ってくれてなかったから。要するに雑音なんですよ。